クイリガーレ宮殿で会見するレンツイ。レンツイ内閣はイタリアの第63代内閣である。閣僚評議会議長はマッテオレンツイ。左派のイタリア社会党、中道左派の民主党、中道右派の新中道右派、中道の中道連合、マリオ・モンティ元首相の経済再建策を支持する市民の選択による連立政権。レンツイは39歳での首相就任となり、 カノベニートムッソリーニの記録を抜いて、イタリア史上最年少の首相となった。また、閣僚の平均年齢も47.8歳で、閣僚の半数を女性が占めるなど、無党派を意識して、若さや新鮮味を強調した内閣となっている。レンチは、行政のスリム化を掲げ、閣僚数を、デッタ内閣の21から16に削減した。一方で、 政策実行能力が疑問視されることも多く、出身母体の民主党内でも連日のワンマンショー的な政権運営への批判は少なくない。また若者や無党派の多くは最大野党であるインターネット政党の五つ星運動に流れ、新中道右派以外の旧自由の人民系政党、それに地方政党の北部同盟なども野党として行動しており、議会運営も 不安定な状態が続いている。ありがとうございます。